よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこれより8月定例の市長記者会見を開始させていただきます。本日初めの発表案件は9月市議会定例会に提出する議案についての案件でございます。初めに議会関係の発表の後質問をお受けし、その後定例案件の発表をいたします。それでは市長、発表をお願いします。はい。それでは9月市議会定例会の提出議案の概要について発表をいたします。会期は9月6日木曜日から10月1日月曜日まで26日間の予定です。はじめに一般会計、特別会計及び企業会計の決算認定に係る議案です。まず平成29年度一般会計の決算状況でありますが、歳入につきましては市税では法人市民税が減収となったものの、給与及び雇用環境が改善したことによる個人市民税の増、家屋の新築増築の増による固定資産税の増などにより前年度に比べ約1億7500万円の増となりました。地方交付税は基準財政収入額が増となったことなどにより約3700万円の減、国庫支出金は経済対策臨時福祉給付金の増などにより約5億7200万円の増となりました。またふるさと納税は前年度を約5億円上回る17億6100万円の寄付をいただいたことにより歳入全体では 2.8% 増の約981億5500万円となりました。歳出につきましては山形市発展計画に基づく各種事業の推進を図るとともに効率的な行財政運営に努めたことにより一般会計の歳出総額は前年度より 2.6% 増の約959億1900万円となり、平成30年度への純繰越額は約17億1300万円となっております。また企業会計におきましては水道事業会計で約9億300万円、公共下水道事業会計で約2億8900万円の純利益、私立病院再生館事業会計で約2759万円の純損失となりました。次に一般会計補正予算についてご説明申し上げます。この度の補正は国・県の補助内需に基づく事業のほか、29年度決算の確定に伴う財政措置や事業の進捗状況に基づき速やかな対応が必要な市単独事業などを中心に編成したものです。はじめに中核市への移行について本年7月に県からの同意を得たことを踏まえ、平成31年4月1日に記念式典を行うための予算を計上します。次に町のにぎわいづくりとして山寺と紅花をテーマとした歴史や文化の日本遺産認定に伴い設立された山寺と紅花推進協議会への負担金を計上します。さらに子育て環境の整備として木の実西部保育園の空調設備改修工事に対する支援を行うほか、鈴川小学校の空き教室に放課後児童クラブを新設するため改修工事を行うとともに設備や備品の整備に対し補助を行います。また都市社会基盤の整備として市民の生活環境のさらなる向上を図るため側溝等の維持補修や幹線道路の舗装修繕にかかる費用について増額計上します。その他前年度繰越金が確定したことに伴い財政調整基金への積み立てを行います。債務負担行為については中核市移行記念式典を行う経費のほか、税制改正に対応するための電算システムの改修にかかる経費について所要の予算措置を講じます。以上が一般会計の補正の概要ですが、補正に必要な財源としては国県支出金、市債及び前年度繰越金などを計上しており、補正額は11億7453万2000円となっています。次に特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。国民健康保険事業会計において
高額療養費制度の変更に対応するための電算システムの改修にかかる経費について所要の予算措置を講じます。以上により、この度の全会計での補正総額は11億9747万2000円となったものです。以上が9月議会に提案いたします決算認定及び補正予算の概要です。続きまして、市議会9月定例会の提出議案の概要について申し上げます。条例が3件でございます。議第67号の議案は、地域再生法の改正に合わせ本社機能を移転拡充する事業にかかる固定資産税の特例措置を拡充しようとするものです。議第68号の議案は、建築基準法の改正に伴い新たな申請手数料について定めようとするものです。議第69号の議案は、再生館の診療機能の明確化を図るため診療科目の名称の一部を変更しようとするものです。以上で議会関連の発表を終わります。それでは提出議案についてご質問をお受けいたします。はじめに感謝の読売新聞さん、いかがでしょうか。はい、読売新聞の松本と申します。よろしくお願いします。と9月市議会の定例会に提出する議案の概要の議第69号について一点お伺いしたいことがあるのですが、こちら診療科目の名称の一部を変更するとあるのですが、具体的にどの部分が変わるのでしょうか。はい、よろしいでしょうか。これは、じゃあ総務長からお答えします。はい、申し上げます。再生館には現在30の診療科目がございます。このうち、神経内科というのがございまして、これを脳神経内科というふうに変更いたします。その趣旨といたしましては、脳および神経に関する、内科的な治療を行う科だということを明確にしたいというふうなことでございます。あと耳鼻咽喉科がございます。でこの耳鼻咽喉科につきましては、耳鼻咽喉科、天頭頸部外科、頭と首というふうなことなんですけれども、もともと耳鼻咽喉科につきましては、首から上の、脳と目玉と歯を除く、外科的分野も取り扱っております。これを、明確にするために、耳鼻咽喉科、天頭頸部外科というふうな表記にするものでございます。すみません。ということは、すでにその変更した後の内容の診療を行っているのですが、さらに分かりやすくするためにその名称に変更するということでよろしいですか。はい、その通りでございます。ありがとうございます。よろしいですか。はい、はい。続きまして、同じく幹事社の日本経済新聞社、はい、お願いします。日本経済新聞の長谷川です。事案の第67号で、これは国の制度の改正に合わせたことで、固定資産税の特例措置で、本社機能を山形に持って、行くような会社があればということかと思うんですが、市長は、これに限らずですね、これらの措置に対してどのような期待を持ちか、またはもっとこういう形で国の制度をこうやってくれると企業も移転しやすいんじゃないかと、もしそういったお考えがあれば。はい、雇用の確保というのはですね、市にとっては一貫して重要な課題ということで、企業の誘致等にも取り組んでおります。そうした中でですね、こういった国の制度で、それを後押ししてくれるようなですね、仕組みはありがたいことだなというふうに思いますし、この地域再生法の規定についてもですね、既に市内でも適用の事例があるということですので、これをですね、今後さらに、国の方でも拡充なり、あるいは別な支援策なりもいただければ、その分ありがたいというふうに思ってますが、いずれにしましてもその企業誘致については引き続き努力をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。それでは次に同じく感謝の山形テレビさん、はい、それでは感謝以外の皆様からございますでしょうか。それでは続きまして、定例の明けについて市長発表を続きお願いします。はい、
ではまずはじめに山形国際ドキュメンタリー映画祭のアカデミー賞による公認について発表いたします。すでに報道されているところでありますが、1989年に市政施行100周年記念事業としてスタートをし、以来30年にわたり各年開催しております山形国際ドキュメンタリー映画祭がこの度アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画部門による公認映画祭として位置づけられることになりました。これによりインターナショナルコンペティションとアジア千波万波の2部門の最高賞の受賞作はアカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画部門に無条件で応募できる資格を得ることになります。アカデミー賞によるドキュメンタリー部門の公認映画祭では日本初であり、世界的に有名な映画賞とつながることは大変名誉なことであると考えております。次回開催に向けた作品募集も9月1日から行われます。山形初の映画作品の世界展開の可能性がさらに広がることで、これまで以上に質が高く、より多くの作品が応募されることを期待しております。続きまして、山形創造都市国際会議2018の開催について発表いたします。平成30年9月28日金曜日に山形グランドホテルにおいて山形創造都市国際会議2018が開催されます。昨年ユネスコ創造都市ネットワークに映画部門での加盟を果たした山形市は、地域に根ざす映像文化をはじめとする多様な文化を重要な地域資産として捉え、それらの力を生かしたまちづくりを推進しております。こうした中、山形市で開催される全国コミュニティシネマ会議2018と連携し、映画都市として初めて加盟を果たした英国ブラッドフォード市と韓国釜山市よりパネリストを招き、映像文化創造都市の可能性、映画が都市を魅力的にするをテーマに、映像文化創造都市の可能性を探るシンポジウムを開催いたします。山形市在住在学在勤者は入場無料となっております。先進事例の紹介などを交えながら創造都市の理解を深める貴重な機会ですので、市民の皆様からもぜひご参加をいただきたいと思います。続きまして、第30回日本一の芋煮会フェスティバルの開催について発表いたします。毎年全国から大勢のお客様がお越しになり、今や山形の秋の風物詩となっている第30回日本一の芋煮会フェスティバルが9月16日日曜日に開催されます。昨年ガバメントクラウドファンディング等で多くの方々に寄付をいただいた三代目鍋太郎がお披露目になります。直径 6.5 メーターと日本一の大きさとなる大鍋に地元食材を入れ、奈良材の薪で煮炊きをし、約3万食分の芋煮を提供する、美味しさもスケールもまさに日本一と言える芋煮会でございます。会場では山形芋煮や塩芋煮を味わえるだけでなく、さんま祭り、カワトピア2018 in 山形、JA アイライスフェスタ2018、そして30回を記念して県内外のご当地グルメが集まるもぐもぐゾーンなどの楽しい企画で皆様をお待ちしております。また今年は8時間で最も多く提供されたスープということでギネス世界記録に挑戦します。皆さんの一杯が世界記録につながると思っております。ぜひ会場に足を運んでいただき、山形の秋の風物詩を味わっていただきたいと思います。続きまして、山形市創業アワード2018の開催について発表いたします。市内での企業を志す方のモデル事例として、優れた企業家を表彰する事業山形市創業アワード2018の開催にあたり、出場する新規企業家の方を募集いたします。本事業は今回で3回目となります。応募対象となるのは山形市内に主たる事業所をお持ちの創業後おおむね5年以内の個人事業主、中小企業の経営者や代表者の方で、飲食店などのスモールビジネスから特殊な技術を持つベンチャーまで業態業種は問いません。9月3日金曜日から10月19日金曜日までの間に山形市公式ホームページから応募用紙をダウンロードしていただき、雇用創出課へ直接ご提出ください。一次審査は書類審査となり、
応募者の中から7事業者程度を選出いたします。二次審査は公開プレゼンテーション審査となり、11月24日土曜日午後2時から東北芸術工科大学講義室にて行います。こちらは一般の方も自由に見学をいただけます。二次審査で優秀な成績を収めた起業家には最優秀賞として賞金10万円、優秀賞として賞金5万円を贈呈するほか、創業後2年未満の方のうち最も成績の良かった方については来年2月に行われる全国的なビジネスプランコンテスト第5回全国創業スクール選手権に山形市代表としてご推薦いたします。山形の将来を盛り上げる起業家の皆様の多くの応募をお待ちしております。続きまして山形市ふるさと納税特設サイトについて発表いたします。ふるさと納税の推進については寄付者の皆様には日頃から多大なるご理解とご協力をいただき心から感謝を申し上げます。ふるさと納税制度の活用については市長就任以降積極的に取り組んでまいりましたが、新たな取り組みとして山形市独自のウェブサイトとなる山形市ふるさと納税特設サイトを9月3日月曜日午前9時から開設いたします。このふるさと納税特設サイトは特産品の魅力を全国に発信する場として活用し、寄付者に対してその魅力を PR することで初めて寄付をいただいた寄付者からリピーターへ、そして山形ファンへと山形市へのつながり、山形市とのつながりをより深めるサイトにしていきたいと考えております。掲載内容については寄付者目線に立った表示を心がけ、返礼品はもちろんのこと、フルーツや伝統工芸品などの山形市全体の魅力を発信し、どの世代からも受け入れられるような内容となっております。またサイトにご登録いただいた方にはおすすめ返礼品やキャンペーンなどの最新情報をメールマガジンで配信いたします。さらに公開記念として特産品のプレゼントを予定しておりますので、ぜひ一度山形市特設サイトにお越しください。開設する特設サイトを最大限活用し、今後とも山形ブランドの確立に向け取り組みの充実を図ってまいりますので、より一層のご支援をお願いいたします。続きまして9月30日日曜日に天童市の ND ソフトスタジアムで行われます2018モンテリオ山形、山形市応援デー松本山が FC 戦についてお知らせいたします。本事業は市町村ごとに割り当てられた対象試合について、本市に在住在勤している方を対象にバックスタンド席のチケットを通常価格3100円のところ半額以下の1500円で販売するものであり、一人でも多くの方がスタジアムに足を運ぶきっかけを作ることを目的に実施するものです。観戦チケットの販売は山形市役所8階スポーツ保健課、山形市総合スポーツセンターなどで行っており、チケット購入者には先着で山形市とモンテリオ山形がコラボしたグッズを進呈いたします。また試合開始前にスタジアム内において市民の皆様からお預かりした応援募金の贈呈式を行います。市民の皆様におかれましては、ぜひこの機会にスタジアムまで足を運んでいただき、現在天皇杯でも快進撃を続けるモンテリオ山形に熱い声援を送っていただきたいと考えております。以上でございます。それでは定例の案件につきまして質問を受けいたします。はじめに感謝の読売新聞さん、いかがでしょうか。はい、すみません、ふるさと納税の特設サイトについて3点お伺いしたことがあるのですが、こちらまた特設サイトということで期間限定の公開なのでしょうか、それと もう9月3日からずっと公開になるものなのでしょうか。はい、これは9月3日からずっと、はい、のものでございます。サイトの名前などというのはありますか。これは商工、はい、加工長からお願いします。はい、愛称とは今のところ付けてはございませんが、もし何かいいアイデアがあればご支援したいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。すみません、最後に当日発表の特産品プレゼントとあるのですが、こちらプレゼントをこう受け取れる条件などというのはあるのでしょうか。ふるさと納税を納税された方にこうプレゼントをされるというのはありますか。そういうのは、はい、これもちょっと、はい、
はい、プレゼントの方はやはり納税をしていただいた方ということでございます。で、まあ、当日発表ということですので、内容等はちょっと控えさせていただきたいと、ぜひご期待いただければと思います。お得なプレゼントでございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次同じく幹事社の日本経済新聞、はい、お願いします。同じくふるさと納税の関係なんですが、はい、今ふるさと納税、大体サトフルとかふるさとチョイスとかですね、そういった仲介サイトに、まあ、実用事業を委託したりとかですね、そういうケースもあるかと思うんですが、これは、まあ、あくまでも市が独自にもうやっているサイトで、まあ、その狙いとしては他の自治体のところを見比べたりするんではなくてですね、まあ、もう山形市だけにやってほしい、まあ、そういった、まあ、囲い込み戦略的な狙いということなんでしょうか。はい、まずですね、まあ、当初はふるさとチョイスということで、まあ、一社でやっておりまして、まあ、今幅を広げて他のサイトも載っているという現状で、あります。まあね、このそこでさらに新たにというところの狙いですけれども、まあ、ご指摘の通りですね、まあ、既存のサイトだとですね、まずカスタマイズがやっぱりできないと、決まった様式の中で、お願いをしていくしかないということなので、山形市とその寄付者の方のですね、やはりつながりを強めていきたいと、まあ、言い方によっては囲い込みということになるかもしれませんけども、山形ファンをとにかく作りたいということで、そうしますとサイトでの発信の仕方もやっぱり限られた既存のサイトよりもですね、独自で作った方が良いだろうということであります。また独自に作ることでですね、いわゆるその手数料的な部分で、を下げることができるということもありますので、まあ、そうした意味で、納税の残った部分で市民の方のためにこう使う余地が増えるものというふうに思ってますし、またこれから今例えば市のいろんな観光施策ですとか、そういったものとこの市の特設サイトを連携させるといった取り組みもこれからやっていけるんじゃないかというふうに思ってます。これぐらいの登録者を目指しているとか、何かそういう目標はおありなんでしょうか。はい、まあ、まだ数値目標ということはないんですけれども、まずはその運用をやってみてですね、その状況を見て、しっかりと戦略と目標を立ててやっていきたいなと思っています。それでは幹事社以外の皆様からございますでしょうか。それで発表案件以外のご質問をお受けしたいと思います。はじめに幹事社の読売新聞さん、いかがでしょうか。はい、同じく幹事社の日本新聞さん、まあ、改めてになるかもしれないんですが、このイモニフェスティバルですね、はい、まあ、こちらへの期待となっています。30回となります。はい、本当に今回はですね、30回という節目の年でありまして、まあ、これまでまずここまで続けてこられた関係者の皆様のご尽力にまず感謝申し上げたいと思います。で、私はですね、この日本一芋煮会フェスティバル、まあ、芋煮というものはですね、日本各地に、まあ、特に東北各地にありますけれども、やはりこのイベントがあってですね、これがまた全国ニュース等で全国に向かって報道され、まあ、それがやはり山形といえば芋煮というようなこのブランド化に大きく貢献してきたものというふうに思っております。この度新しい3代目の鍋のことですとか、またこのギネス記録がもし達成できた場合にはですね、まあ、そういった意味でよりですね、話題性も含めて、全国的な部分でも PR につながってくると思ってますので、まあ、その点は大いに期待しているところであります。それでは幹事社以外の皆様からございますでしょうか。はい、まあ、朝日新聞、障害者プロレスの件で、先週発表になりましたけれども、適切な算出方法によって、まあ、算出すべきでない、対象者を、まあ、対象と見なしていた
という現状がありますけれども、これについて市長として自分の考えたということと、現状として 2.03% というふうになったということで、2.5% は下回っているわけですけれども、これについてどのように改善していくのかについてお考えをお聞かせください。はい、まずこうした仕組みのですね、適切な運用を図るべき自治体としてこのような事態となりましたことについてお詫びを申し上げたいと思います。今後山形労働局等ですね、関係機関のご指導のもと障害者手帳の確認を徹底して適切な運用を図ってまいります。でご指摘のとおり、今回の修正によりまして、本市に求められております障害者法定雇用率 2.5% 下回るということとなりました。山形市としましては、障害者の雇用についてこれまでも職員採用における障害者枠の設置や知的精神障害者のチャレンジ雇用の場としての障害者作業室の設置などに取り組んでまいりましたが、改めて障害者雇用のあり方を見直して障害者の雇用促進により積極的に努めていくことで、この法定雇用率の達成に向けて努力をしてまいりたいと思います。他にございますでしょうか。それでは内容でございますので、本日の記者会見を閉じさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。